皆さんこんにちは、たまやです。今日はですね、動画を100本ぐらい消そうかなって今思ってるんですけど、まあ、その理由としてはなんかね、 YouTube でめちゃくちゃ重くなってきたんで、そろそろね消そうかなと思うんですけど、なんていうのかな、今ね動画の本数が結構出してて1390本出してるんですよね。まあショート動画も含めてなんですけど、でなんていうのかな、結局はね量をして当たって、でその当たったところを重点的に置いて、でまた当たらんくなって量を出して当たって、今それを繰り返してるんですけど YouTube で。なんかね、人の真似をしたとしてもタイミングとかで全然再生数が変わるんで、それやったら、まあ、眠ってる例えば 10、20 再生ぐらいで終わってる動画を100本ぐらい消して、容量がねめちゃくちゃ悪くなってきてるんで消そうかなっていうだけの動画ですね。大してね意味はないんですけど、まあ携帯の容量が重くなってね落ちることがあったんで、 YouTube ね、まあ、それをね消そうかなっていうだけの報告動画です。多分ね皆さんには、届かないような動画を消すだけなんで、あんまりこう関係はないんですけど、当然ね37万再生のゴルフの動画置いときたいんですけど、他の、まあ、1万以上の動画も置いときたいですし、何本あるやろな、1万以上のね動画が今何本あるやろ、2、4、8、10、13、14ぐらいあるんですけど、なんかねこれは置いときたいですね。やっぱ YouTube をやってて本当に再生回数もなんか10とか20でずっとなってましたしね、せっかくこう自分が頑張って再生回数が37万再生、まあショートですけど取れたんで、まあ普通の長い動画でも7000、8000ぐらいはいったやつあるんで、それはね大事にこう残したいんですけど、何一つ優れたものがないんで、コツコツやっていくだけかなっていうのは本当に前々からね言ってるんですけど、なんていうのかな、本当にね継続しかないかなっていうのは思ってるんですよね、自分自身。そんな感じですね。なんでまあ皆さんにね本当にちょっとずつこうクオリティを上げていきたいなと思うんですけど、動画のクオリティというよりはなんかね皆さんにこう求められるものをやっていきたいなと思ってるんですけど、それを言うと本当に再生回数っていうのは一つの、分かりやすい数字なんですけど、伸びとう動画伸びてない動画の違いがあって、それは何なのかなって考えてるうちに、まあ、本当にねちょっとしたヒットみたいな当たりが増えてきたんで、まあ本当に今見てくれている人には感謝ですね。なんかねこの1年間の総再生数も150万再生ぐらいいったんで、なんかね YouTube 始めた1年目では考えられないぐらいだったんで、1年目ね5000再生とかでしたね、1年で。本当に嬉しいことですね。ただ僕はねもっと上を目指したいなっていうのは思ってて、これをもとに自分のビジネスをね将来作りたいなと思ってますね。正社員でも結構切られてるんで、あと追い出そうとしたりとか、会社によってはそれはもう僕自身も社会人になってそういう光景を見てきたんで、そんなでね、自分の今後の生活とかが左右されても嫌なんで、結局はやっぱ人間関係がね一番大事なんですけど、書面上の終身雇用とかそういうのじゃなくて、本当に人間関係が終わると心が病んでしまうんで、一人で楽しむ技術も大事ですし、あとはこう人に左右されたくないなっていうのはあるんですよね、自分自身が。なんでね人に振り回されてなんかね自分でこう悩んでいくのも馬鹿らしいんで、それをこう20代のうちに自分でやれる範囲をやろうかなと思って今行動してるんですけどね、本当にね行動した分が力なんですよね。やっぱ年齢とか年を重ねて一見魅力がある風に見えたとしても、やっぱりこう失敗して辛い思いをしてきた人には勝てないんで、それやったら今僕はバカにされながらでも失敗しながらでもねやっていきたいなと思ってます。ただ、まあ、25歳っていう期間を決めてやってるんで、1000人登録いかんかったらやめようと。YouTube 自体の1000人登録が 20% なんで、上位。なんで、まあ、そこはね、自分の中で基準にしてるんで、よかったらね、チャンネル登録とコメントとグッドボタンお願いします。そんな感じで動画を100本削除することになりましたっていう報告動画ですね。そんな感じで、まあ、25歳まで頑張っていきたいと思いますんで、登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。